アーセナル MF モハメド・エルネニーは、自身の SNS アカウントにビデオメッセージを投稿し、今季限りでの対談を発表した。通算161試合出場を記録したコサン MF だが、今季はほぼ出番がなかった。動画、別れのメッセージを送るエルネニー、ファンへの感謝の思いを綴ったエルネニーだが、 これでアーセン・ベンゲル氏が監督を務めていた時代に獲得された選手は全員チームを去ることになる。22年もの長期政権を築き上げ、現在のアーセナルの名声と土台を築き上げてきた明白楽の時代から、クラブは完全に新時代へ移行することになる。現在のアーセナルは20代前半、半ばの若い選手が中心で、キャプテンの MF マルティン・ウデゴーが25歳。 エース格の FW 部下ヨサカが22歳、その他 MF デクランライスが25歳、DF ウィリアム・サリバが23歳など、ほとんどがこれから油が乗ってくる年齢だ。31歳のエルネニー、同じく退団するという32歳のセドリック・ソアレス、そして去就不透明な30歳トーマス・パルティがチームを離れると30代の選手は32歳の MF ジョルジーニョくらいとなり、さらにチームは若返る。 MFE さんのアネリホカアカデミーの才能にも期待したいところだが、来季はさらに若くはつらつとしたアーセナルが見られるか。新世代に突入したアーセナルに期待だ。